服見えへんし裸やん。裸に見える。まあいいや。裸すぎん、それにしても。ここにめっちゃでっかいリボンがついてて超かわいいんですよね。見えないですね、それでもリボンがあるんですよ。かわいすぎなのでは。今日がめっちゃオフショル好きなんですよね。まあ見てみてください。ちょっと配信だと裸なんですけど、結婚はちょっと服着てるのに、服着てって言われるから無理です。さすがに裸すぎるな。どうしよう、あんまり画面に近づいたらあかん。別に裸じゃないから全然いいねんけど。あとありがとう。ちょ無理やなこれ。結婚してはちょっと無理ですね、服着ろと言われるので。今日ありがとう、ありがとう本当に。服褒めるの忘れてた、今褒めて。これでも握手してたらどんどんなんか上がってくる。握手会向きじゃないんですよオフショルって。腕動かしてるとマジでめっちゃ上がってくる、こうやって。でいつの間にかこうなってる、全然普通みたいな。オフショルの良さが出ない、下がりよりマシ。まあまあ確かにオフショル可愛くない？なんか今日か、今まであんまりなんかオフショル着てこなかったんですけど、めっちゃ可愛くて好き。これだから画角がさ嫌だからさ、なんか下に引くの台みたいな追加したのにさ、全然意味なくて余裕で裸。とうとう初めましてできたね、嬉しかった。てかさ、めっちゃ漏れてない？可愛いんだが。本日誕生日おめでとう。パチパチ。なんか最近誕生日の人多いな。今日かトーク会でオフショル着がちじゃない？なんかオフショル選んじゃう、めっちゃ可愛くて好き。可愛すぎてほんまに嬉しいな。そう、まつげバチバチなんだ。この服お気に入りすぎ、いっぱい着よう。超可愛い。今年たくさん着たいと思います。薄めのニット、今の季節にって感じ。ほんまに服がなさすぎたんで、いい服ゲットできてよかったです。かわいい、ありがとう。ハートありがとう。福祉会談会来てくれますか？いつでも待ってる。あ、そう、全身写真はインスタに載せようと思ったの、思ってるので、ツイッターはなんとなく早く載せたかったんで、とりあえずパパッと載せてみましたが、インスタにはもっと可愛い写真を載せる予定です。めっちゃ可愛くない？今日この照明が漏れるのかな。明日行けないから耳フィギュア見れない。あら、でもツーショットできるから絶対に来てください。今日もありがとう、楽しかった。
美術いいよな。千葉駅行ったことないな。え、めっちゃ鎌倉行きたい。来てないように見える。それな、こうしたら裸じゃない。やばい、普通に着てる。今日めっちゃ美女良かったんですよね。早く帰れてど、全然なんか夏やったらまだ明るいんですよ。7時半くらいまで明るいからめっちゃ嬉しいねんけど、冬だからなんか5時半でももう暗くて全然上がらんかった。なんか、いえ、早く終わったっていう気持ちにならなかったです。あ、夜やん、普通にいてなりました。明日寒いの？あら、明日寒いんや。知らんかった。それはなんか今日暑いっていうのは聞いてた。でもなんか暑かった。確かに暑いなと思ってた。今日のきょうちゃんに会えなかったのつら。今日のきょうちゃんめっちゃ可愛かったですよ、ちなみに。え、そう、損した気分。え、普通に明日ミミフィーユの衣装寒そう。ハートありがとう。ミラボありがとう。まだまだ可愛い。優しい。今日美女半端ないよな。だからね、写真全部漏れててめっちゃ悩む。どれ載せるか。インスタの写真めっちゃ悩むんだ。で、20度って言われてもわからん。あ、でも今日かな、好きな温度は16度です。16度が一番好き。なんか涼しくて。やっぱさ、今日かってどう考えても前髪を上げてる方が可愛くない？確信しちゃった。え、やばい、可愛い。みんなスクショ。え、可愛すぎん？絶対前髪開けてる方が可愛い、どう考えても。てか、なんか自分ってなんかそんなベビーフェイスじゃないから、前髪分けて薄めで前なんか巻き髪みたいなのが一番似合うと思うな、やっぱり。え、明日さ、衣装だからさ、髪型どうしよう。前髪切るかめっちゃ悩んでたけど、違うかもな。感じたの。やばい、練習しなきゃ。お強めの美人。じゃあ絶対にさ、バッツンじゃないよな、やっぱり。バッツンやめよう。なんかやっぱパッツンじゃない気がしてきた。でもパッツン似合ってるってめっちゃ言われるんですよ。どっちかな、普通に好みよな。今日の髪型一番好きね。巻き下ろしめっちゃ良くない？なんか今日ね、あの髪型変えようと思ったんですよ、途中で。だけど、まあ今日の服装はさすがに巻き下ろしすぎて巻き下ろしになっちゃいました。明日は帰れたら変えようかな。分け前髪めっちゃ可愛い。俺やんな、やっぱこれじゃない、今日かって。なんか今の長さもちょうどいい。綺麗なお姉さんかな感じ。今日か自体が綺麗なお姉さん系の人がタイプだから、なんかだからしっくりきてるのかも。あ、でも人によるか。だからバブい感じの子が好きな人はバッツンがいいのか。
今日のビジュが良かったね。髪型で結構決まる。でもなんかこの服やからなんかさすがに前髪分けた方がいいかって思って分けました。なんかピンクの服あんまり選ばへんからさ結構珍しいです。シャーシャンと並んだら最強姉妹、一緒に写真撮りました。今日ねお互い一部からだったのに全然会えなくて、でも最後の最後に会えました。ケーキありがとう。いや本当に可愛いな。やばお腹すいた。てかね爪が超可愛いんだ。64くらいで分けておでこ出し、わかるー、めっちゃわかる。今日センター分けマジ似合わんくて、ここぐらい64ぐらいがほんまに一番似合います。 6.5 くらい、これほんまに一生こう下ろしてないとほんまに無理やね。オクラバリ美味しかったです。おかわりした。てかね今日お昼ハンバーグだったんですけどめっちゃ美味しかった。チーズインハンバーグでした。チーズインハンバーグか鶏天下の二択でチーズインハンバーグにしました。夜はタコライスでした。タコライスあんま食べたことなくてどんなものかと思ってたけどめっちゃ美味しかった。なんかそれのなんかオーディエンスのあのオーディエンス取り巻きみたいな、なんつったらいいの、その周りの界隈みたいなやつのポテトがめっちゃ美味しかった。でもジャングルジムの女王って名前めっちゃ結構気に入ってる。それ以上なくないって思うくらいいいやんと思った。今日はありがとう、こちらこそたくさん会えて嬉しかったよ。でも明日はオクラのごま和えが食べたい。でオクラめっちゃ食べたんですけど、まあ、おひたしやったんですよね。てか持って帰ってきたらよかった、ミスった。普通にオクラだけさ持って帰っていいですかって言ってさ大量にもらってくるべきやった。だってオクラって別に絶対余るもんやん。ミスったな、鍵閉めればよかった。マジオクラネキって言われそうマジで大好きだけどちょっとごまあえが食べたいからいつかオクラのごまあえが出ること願ってて、結婚はちょっとお腹が空いたんで無理です。いやまだ遅くないよ、オクラの良さはいつになっても気づいたもん勝ちです。あでもこの間なんかスーパーでオクラのごまあえ売ってて買おうと思ったけどレジ並びすぎててやめちゃった。明日に向けてネイルする、かわいい、楽しみ、早く会いたいな。明日のビジュはどうしようかな。でもちょっとツインテールやりたいなって思ってる。低めのツインテールが結構好きなんですけどあの衣装でやってないからツインとハーフツインとかかな。思った、なんかネバネバ系のもの好きだなって気づきました。オクラとかトロロとか、そう低めツイン、ちょっとポニーはやりすぎやからいいかな。来週絶対やるし豊洲で。納豆も好き。納豆はでもなんか実家やったら絶対にあるけど一人暮らしだとあんまり登場することないかな。けどたまに買う、普通に好き。オクラ談義しましょう。オクラ好きって話一生できる。マジ食べても食べても美味しくてどうしようかと思いました。でもごまあえ食べたかった。
クマさん部屋、そう今日かお団子したことなくて、お団子をやりたいっていう気持ちにもならなくて、きっとこれにも何か一つ理由があると思うんで、その理由についてねちょっと考えていきたいと思うんですけど、まあとりあえずあのサイドポニーをやらない理由は分かったじゃないですか、左右非対称っていう。だからきっとお団子にも何かやらん理由があるはずやねんな。理由もなくやってるわけじゃないと思う。リンゴヘアはやりたいと思ってたけど、でも左右非対称だからちょっとやる確率は結構少ないです。それならハーフツインかなと。お団子は、あ、お団子はな、髪の毛がなくなりすぎるから不自然ねやんか、だからかも。だって髪の毛がなくなるやん、なんか丸くなるやん、めっちゃ全部が。だからなんかあんま魅力的じゃない。でも別に人がやってるのには可愛いなって思う。ほんまにクマヘアとかなんか2つのお団子見てなんか赤ちゃんみたいになるやん、あれめっちゃ。だから可愛いと思うんですけど、なんか自分はやりたいと思わなくて、なんか3日間のコンサートの時にメイクさんになんかお団子とかやってみたらみたいに言われたけど、あーってなったから、結婚はちょっとお腹空いたんで無理です。無理にしなくて、まあまあまあ、まあ、いつかやるとは思うけど、さすがに。だけどでも自分でも気になる。なんか別にそんな絶対嫌ってわけではないんですけど、だけどなんかやらん理由がまあ自分でも気になる。え、そう、ゆうねのお団子めっちゃ可愛い。でゆうねね、今日マジ女児でびっくりした。まあ正直何やっても似合うと思うんですけど、お団子とハーフポニーテール、ハーフアップ、あ、でも今日低めのツインでも可愛かったかもな。まあいいや、ハーフアップ、ハーフアップかな。だから自分の好きな髪型ってもうなんなんやろみたいな感じになってる。なんかさ、変なところこだわり強くておもろいよな。言ったっけ、なんかベッドをまっすぐに直した話多分したよな。左右非対称なのが嫌すぎて、左右非対称というかなんか斜めも嫌で、全部まっすぐがいい。やばいよな、怖い、天使みたいなカチューシャ。え、てか羽さつけてて、みんなめっちゃ欲しいと思った。羽借りたいよな絶対。でもあれめっちゃ生活するのむずくて、歩いてたらなんかバシ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 ってなっちゃうから、ちょっと気をつけないと。今日かあんまり周り見てないタイプだから、絶対になんかこぼすしぶつかるしやばいことになると思う。マジ向いてない、羽つけながら生活するの。あ、そういえばヘアピン取ってた。帰り爆睡してたらめっちゃゆるゆるになっちゃって、ヘアピン、てか普通に帰り爆睡しすぎたと思ったら15分しか寝てなかった。もうさ、いつの間にか寝ててさ、やばかった。ってことで、まあお腹空いてきたんでそろそろ終わりたいと思います。わかんないです、夜やる可能性もあるしやらない可能性もあるんですけど、とにかく今日は1日目ありがとうございました。明日もよろしくお願いします。13位、ラスカル、12位ハル、11位おむすびサスキ、10位藤原、9位リニア、8位カツボン、7位ウジ、6位ズッキー、5位ダイ、4位アンドハロー、3位ミッキー、2位アキラ、1位ピオリンでした。ありがとうございました。また明日会いましょう。インスタお楽しみに。ありがとうね、みんな大好きだよ。バイバイ。